ジェレミー・トラーランはフランス南ト出身の元サッカー選手。元フランス代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。地元の FC 南トからプロデビューし、2004から05シーズンにはリーグ最優秀若手選手とリーグベストイレブンに選出された。2006年にオリンピックリヨンに移籍し、2006から07シーズンと2007から08シーズンにリーグ優勝を果たした。 2006年10月11日のユーロ2008予選のフェロー初等戦でフランス代表デビューしユーロ2008と2010南アフリカ W 杯に出場した地元のサッカークラブ FC 南都の下部組織出身で2001から02シーズンのスタットレンヌとのブルターニュダービーでプロデビューした2002から03シーズンと2003から04シーズンは 試合出場機会が限られたが、2004から05シーズンにはフィジカル能力に長けたミッドフィールダーとしての立ち位置を確立し、RC ・ストラスブール戦では FC 南度在籍期間中唯一の得点を挙げた。クラブは広角ラインギリギリの17位に終わったが、個人の活躍は評価され、リーグアン最優秀若手選手とリーグアンベストイレブンに選出された。 2010年2月のインタビューにて2004年夏にはリーグワン3連覇中のオリンピックリオンが遺跡金1000万ユーロを提示してトゥラランの獲得を狙ったがなんとは拒否した2005から06シーズン終了後にはマーマド・ディア・イッタとジェレミー・クレマンを同時に失ったリオンが再びトゥラランにオファーを出し2006年5月19日に 移籍金750万ユーロの4年契約で移籍した。なんとでは背番号17をつけていたが2003年のコンフェデレーションズカップにおいて亡くなったカメルーン代表のマルク・ビビアン・フォイに敬意を表す気持ちから28番を選んだ。開幕のフルス・なんと戦でデビューし、フル出場した。主に4から3から3システムが採用されたチームの終盤で、 ジュニーニョ・ペルナンブカーのキム・シェルストレーム・ティアゴ・メンデスラと取りを組み、2位に勝ち点17差で6連覇を果たした原動力となった。2007から08シーズンにはリーグ最優秀選手賞にノミネートされたが、チームメイトのカリム・ベンゼマにタイトルを譲った。2008年夏には多くのクラブがトゥララン獲得に乗り出し、パトリック・ビエラの代役を期待したアーセナルや、 パリ・サンジェルマンに移籍したクロード・マケレレの後継者を探していたチェルシー FC などが強い関心を示した。しかしリオンに留まることを望み、5月7日には2013年までの新契約を結んだ。2010年1月13日、リーグカップの FC メッセンで移籍後初得点を決めた。2010年夏にジャン・アラン・ブームソンがギリシャのパナシナイコス FC に移籍したため、 2010から11シーズンはセンターバックにコンバートされキャプテンマークをつけることも多くなった。しかし、後日の W 杯での件もあり、思うような活躍ができずチームも低迷した。2011年6月17日、スペインのマラガ c F に約1100万ユーロの4年契約で移籍。自身初の国外でのプレイとなった。移籍後は主に セントラルミッドフィールダーとして出場している。2013年7月6日、大型補強を行う、A、AS、モナコへ移籍が決定。契約は2年間だが、1年の延長オプション付き。2016年6月29日、FC ジロンダンボレドーへ自由移籍で加入。契約は2年間。2000年、初の世代別代表となる U-17 フランス代表に招集された。 2006年には U-21 フランス代表として UEFAU-21 欧州選手権に出場し、準決勝でオランダに敗れた。大会ベストイレブンに選出されたが、同ポジションの MF リオアントニオマピューバや MF、イスマイルアイサティも選ばれたため、トラランは左ウィングでの選出だった。2006年8月24日、フランス A 代表に初招集され、 UEFA ユーロ2008予選のフェロー初等戦にフル出場してデビューを飾った。UEFA ユーロ2008本大会のメンバーにも選ばれ、チームはグループリーグ敗退という期待外れの結果に終わったが、負傷したパトリック・ビエラに代わってレギュラーとして出場し、グループリーグ3試合全てにフル出場した数少ない選手となった。レモンド・メネク監督はことあるごとに、 トラランは、ビエラの理想的な後継者であると述べ、リオアントニオ・マビューバや、アルディアッタ、ラッサナディアッタを押しのけて、レギュラーポジションをつかんだ。2010フィ f ファワールドカップにも招集されたが、グループリーグで、勝ち点1しか奪うことができずに敗退した。2010年8月6日、トラランを含む5人の代表選手が、フランスサッカー協会規律委員会に召喚され、大会中に、 チームが置かれていた状況についての説明を求められた。8月17日、本大会出場選手全員に対して一試合の出場停止処分が下った。ありがとうございます。